世界を巻き込む何かが起こるかと思ったのですが。めぐみ、今まさにすごいことが起こってんだろ。急に呼び捨て？あのですね、私の方がお姉さんなのですから。めぐみ。さて、これから一体どう。俺的には今後美少女として生きていくのもやぶさかではないが、生まれついてからずっと一緒だった自分の体も捨てがたい。なんで冷静？今さらっとすごいこと言いました。魔道具か。呪いの類ならアクアに頼めば。あれか！大丈夫だ。この魔道具の正体が分かった。それ以上ないくらい確かな情報筋だから心配すんな。ははあ、アイリスもお年頃だもんな。ダメだぞ、俺の体をいじくるの。本当に大丈夫なんだろうな。イエーイ、このそば。うんむ、うんむ。アイリス様、あの男。クレア、カズマ様は素晴らしい人でないですよ。本当に何を吹き込まれたのですか。後ろでそんな物騒なことを考えないでほしい。ミツルギ殿、今回も素晴らしいご活躍をなされたそうで。いそんな表情するんだ。この国。クレア、気安く私の頭を撫でたこの男を死刑に。クレアに免じて今の不敬は許して差し上げますわ。行きなさい。ほら早くあっち行って。シーシー。ところでクレア。はい。ララティーナは？いろいろとからっかい。今すぐ案内なさい。私も一緒に入って背中の流しっこします。クレアも日頃の感謝を込めて私が背中を流してあげます。いやですか。おい、さぞそっちか。まともなヒロイン枠はいないのかよ。だがそれもいい。そう、アイリス様。でも遅かったみたいね。残念だわ。油断した。まだ心の準備が。落ち着け、落ち着くんだ佐藤カズマ。ダクネスは一緒に風呂入った仲じゃない。